天皇皇后両陛下と愛子さまはベルギーを代表するアーティストの作品をご鑑賞されました。9月9日午後4時ごろ、両陛下と愛子さまは東京駅にある東京ステーションギャラリーをご訪問され、20世紀後半のベルギーを代表するアーティストジャン・ミシェル・フォロンの作品をご鑑賞されました。陛下は一つ一つの作品にメッセージがありますかとお尋ねになり、見る人の想像をかきたてるとの説明に、愛子さまはどういう意味なのかいろいろ考えさせられますねとおっしゃいました。ご一家はフォロンの作品にたびたび登場する彫刻リトルハットマンをかたどった人などの作品を説明を受けながらご鑑賞されました。敬宮愛子内親王殿下、今日は少し大人っぽい印象で素敵ですね。先日から雅子皇后陛下の体調が悪いなどという嫌がらせ記事がありましたが、とてもお元気そうな表情をなさっていて安心いたしました。しかしこれだけ嫌がらせをされるとかなりストレスになるでしょうね。ご家族でのお出ましに癒されました。速報でのお知らせをありがとうございます。天皇ご一家を見ると心が安らぎ癒されます。いつも国民に寄り添い温かい視線で見守っていただき感謝でいっぱいです。愛子さまは就職して5ヶ月が経過しましたが、ここまで体調を壊すことなく元気にお仕事に従事されており何よりだと思います。いつまでも仲睦まじく素敵な家族でいていただきたいです。那須にご一緒できなかった敬宮様、久しぶりのご一家でのお出かけのご様子を拝見でき大変嬉しく思います。音楽や絵画などご一家で楽しまれるものがたくさんあり、本当に仲睦まじいご一家です。久しぶりのご一家お揃いのお出かけ、お写真を拝見するだけで心が癒され温かな気持ちになります。天皇ご一家は芸術にも大変造詣が深く知性にあふれた素晴らしいご家族ですね。皇后様と愛子様のお召し物が淡い同系色でグラデーションになっていてとても素敵です。ご一家の笑顔も温かくいつも癒されます。ニュースなどで動画を拝見すると両陛下がお互いに気遣いされるご様子がうかがえて幸せな気持ちになりますが、このお写真も仲睦まじいご様子が伝わってくるとても良いお写真だと思います。ご一家お揃いの映像は和やかな気持ちになります。この夏の暑さもしのぎお変わりないご様子に、秋はまたお三人でどこかお出ましになるといいですね。残暑疲れが出ませんようにくれぐれもお気をつけください。華やかなお色でご家族お揃いのご様子を拝見でき幸せに感じております。動画で見れて嬉しいです。これこそ速報に値するニュースですね。敬宮様は本当に品格のある内親王様ですね。雅子皇后様もお元気そうで何よりです。相変わらず美しい笑顔です。3人のお姿が拝見できるのが一番嬉しいです。令和が長く続きますように。愛子さまが皇太子になっていないのはおかしい、皇室典範改正してほしいと思いました。やはり天皇ご一家は素晴らしい、知的で品格もありますね。立ち姿、醸し出す雰囲気、笑顔、皆自然体。拝見しているとこちらまで温かくなります。最近
ご一家を悪く言う記事が見られますが無駄ですね。もっともっと天皇ご一家を拝見したいと思っているので、今回も仲睦まじくお幸せそうなお姿を拝見できて無上の喜びです。皇后陛下はお元気でいらっしゃるではありませんか。意地悪なことは書かないでほしいです。天皇ご一家に対するコメントが好意的なものばかりで、さすがだなぁと感心するほど国民から愛されていますね。やはり皇后陛下はお元気でしたね。偽りの記事には騙されませんよ。敏宮殿下も毎日お仕事に精を出され、さらにお美しくなられましたね。皇后様と愛子様のお召し物が淡い同系色でグラデーションになっていてとても素敵です。ご一家の笑顔も温かく、いつも癒されます。ニュースなどで動画を拝見すると、両陛下がお互いに気遣いされるご様子がうかがえて幸せな気持ちになりますが、このお写真も仲睦まじいご様子が伝わってくる、とても良いお写真だと思います。こうして3人お揃いでお出かけになったニュースは嬉しいですね。愛子様、メイクも変わってだんだん大人の女性になられますね。穏やかで自然な笑顔にこちらまで温かな気持ちになりました。素敵な天皇ご一家ですね。皇后様のスカーフがとても似合っています。敏宮様のご衣装の姿を見ながら、新しいご衣装だなぁと思いながら似合っています。久しぶりに天皇ご一家のニュースを見ました。とても嬉しかったです。やっぱりほっこりしますね。今回の動画は以上となります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気軽にコメントをお寄せください。この動画に対していいねボタンで評価いただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、あなたのチャンネルの登録をお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。